You're listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんばんは。午後8時を回りました。SNS フェスティバルスタートさせていただきます。50分間の生放送、今夜この番組を盛り上げていきますのは、株式会社リソースクリエーション代表取締役の高田圭太郎さんと、私 MC 中谷梨沙です。そして本日いらっしゃっているお二人はですね、株式会社リソースクリエーションの社員でありながら SNS でバズりまくっているというゆいかさんとひろしさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ始まりましたね。もうずっとねワクワク撮ってましたけれども、はい、さて皆さんいかがですか。初ですか、ラジオは。ちょっと緊張しますやっぱり。ラジオは初めてですからね、完全に。ほんまは？いや本当だって。なんでやねん。なんでやん。もうゆいかは何回かやってるね。そうですね、私多分本日で3回目のラジオになるんですけど、ひろし君はどうですか。いや初めて、パイセンじゃん。パイセンですよ。すごいね、慣れたもんやね。そうですね、じゃあ今日はゆいか先輩と呼んでください。なんでなんでなんでよ、なんでよ。すごいわ。そうですか。緊張はされてますか、お二人は。もうそんなことないですかね。まあ、そんなに。そうですよね。なんかあのね、ライブを配信をしたりするんで、たまに。あ、確かにそうね。最近あんまやってないけどね。あんまやってないですけど、それ確かに。もうね、何回かやってると、最初は緊張してましたけど、特に今は。大丈夫ですか。大丈夫です。もうね、この冒頭だけでも仲の良さが伝わってくるんですけれども。いい、冒頭だけかもしれませんよ。そんな恐ろしいことやめてくださいね。なんでよ。ちなみになんですけど、このリソースクリエーションさん、どんな会社なんですか。はい、あのリソースクリエーションっていう会社は、今まあ9期目の会社で、今80人ぐらいの社員がいるんですけど、まあ、SNS のですね、まあ、採用に特化した SNS の運用の代行とかをやっている会社です。あとはまあ求人の広告でリクナビとかマイナビとかを販売しているような会社です。そうなんですね。採用の会社ですね。すごい、はい、その採用の会社さんなんですけれども、もう社員の方、それからね、その会社全体の SNS で何万フォロワーいらっしゃったんですか。今全体で55万フォロワーいますね。すごいですね。嬉しいですよね。こんなにね、ビッグなフォロワー数がいる会社さんっていうのも珍しいと思うんですけれども、その SNS にこう注目したきっかけっていうのはあるんですか。ありますよ。お教えていただけるんですか。食べんでるから、はい、言うて。怪しい商売みたいな。ずっとこの採用をですね、やっぱやっていて、はい、企業さんの採用を担当をずっとさせていただいていたんで、はい、まあ、そうするとやっぱり同じお仕事をしている会社さんってやっぱり、まあ、いくつもあったら存在するじゃないですか。でその中で、まあ、ちゃんとこう差別化を図っていくっていうことができることがすごく大切だなと思っていて、で大きな会社さんには普通に僕たちはやっぱかなわないですし、まあ、そうじゃないポイントであのなんか差を設けたいなと思って SNS、インスタグラムを始めて、その後 TikTok を2人にやってもらって始めてと、それが結構バズってみたいな感じですね。懐かしい。そうだよね。懐かしいですね。もうかれこれ2年半やっているので、すごく懐かしいです。じゃあその動画を撮り始めたきっかけっていうのは、最初は何でしたっけね。まあ、コロナ禍っていうのがあったんで、はい、そうですね、私が広報担当になり始めた時がおそらくきっかけになるんですけど、私もともと営業職で入ったんですよ。でそこからあの広報の方に転望しようってなって、でも広報って一人目だったんですよね、会社の中で。で営業の時に全然営業成績叩き出せなくて、もうとんだ赤字社員みたいな感じで、じゃあ広報で成績出さないともう会社クビにされちゃうんじゃないかって。やめてやめて。2人そんなことない。いやそんなことないですよ。私の勝手なプレッシャーみたいな、もう頑張らないとってとにかく思ってたんですよ。すごいですね。でそんな時にその SNS やってみたらっていう一声があって、じゃあ始めてみるかってなったんですよね。でそれで始めたのが TikTok と、TikTok でしたね。インスタはもうちょこちょことやった最初から。いやでも明確に覚えてるのは、とにかく会社を有名にしろっていう使命だけ与えるとか。自由に何やってもいいんだけど、何やってもいいから、うちの会社を有名にしろっていう指示を出して、いやひろし君こう言われたんですけどっていう、まあ1年の目標がね、まあある大手の、あの某大手の会社のアカウントを越せと。
ていう使命だったんですね。本当そうだったね。そうですね。マジでそうだったね、そういえばね。で、これ逆算するじゃないですか。マジですね。目標を。いや、これ1ヶ月に1000人ぐらいフォロワー増やさないと絶対無理なんですけどっていう。すごい量じゃないですか、それ。だったんですよ。で、当時2000人、3000人ぐらいです、インスタのフォロワーが。で、その目標っていうのが1万5000人 ?6000 人とかかな。そうですね。ぐらいだったんですよ。え、無理じゃないですかみたいな。どうしたらいいねってね。そう、どうしたらいいのの中の一つが TikTok だったんですよ。そうですね。無理じゃんって思って全力で頑張ったら毎月1万ずつ増えていってました。え、そんなことありますか。ワンクルしたんですよ、そうですね。本当にそうでしたね。すごい。で、結局超えましたもんね。超えた。そうですね。本当に秒で超えましたね。それなんか気づけば何が良かったとか、どれが良かったっていうのはなんかあったりするんですか。でもなんか最初結構いろいろ瞑想して、俺マジで黒歴史だと思ってて、でも大の大人が膝つき合わせて考えたネタが300再生とかなんですよ。あれ、いや、少ない少ない。あれ、めちゃくちゃ少なくて、なんかディディディとか踊ってたりしたじゃん。踊ってましたね。ちょっとやっていただいてもいい。僕言いましたよね、黒歴史って。まだダメですね。もう一回やらすの。まだ冒頭ではダメですね。確かに本当にそうだったね。大変だったよね。いろいろ分かんなかったんですよ。誰も TikTok のこと。まだ認知されてないというか、TikTok って女子高生が踊るやつでしょみたいな時です。そうですよね。そうですね。で、いろんなネタやってる中の一つが僕らのネタ。だったんですよ。まあショートコントというか、そういう上司と部下のなんかそういうのをやったら1万再生、何万再生って言ったのが嬉しくて、来たーみたいな。そうですね。じゃあいいものをもう一回こすり倒すっていうのがあるじゃないですか。違うバージョンでっていうのをやったら、それもいい感じになったんで、じゃあそっちにシフトチェンジしようっていう。だから最初のアカウント名はリソースクリエーションだったんですよ。そうなんですか。そうだね。思いっきり企業名だったんですね。それをじゃあひろしとゆいかにしましょうって言ったら、いやいや、ゆいかとひろしにしろ。よく覚えてるね。よく覚えてるね。俺もそう思ったんですけど、多分ゆいかがあのなんていうんですか、上司を立てるためにひろしを最初にしてみたいな。まあ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 って言って、いやいや、ゆいかとひろしだろうみたいな。確かにあったね、それ。でもそのね、そのね、その名前の順番でもこのキャラ関係っていうのが確立されていたのかもしれないですよね。あのアカウントはもうゆいかのアカウントみたいなもんですから。なんかその上司でありながらちょっとなんか強いですもんね。ちょっと一番強いかもしれません。だいぶもう何やっていいと思ってるんで、まあ実際いいんですけど、本当に一時期これ買っていいですかっていうその申請があるんですよね。一時期コスプレだらけでしたから。いろんなコスプレをね買ってるみたいな。え、例えばなんかお気に入りのコスプレは？え、なんだろう。私はやっぱ制服ですかね。今制服のコスプレをして、その会社の中でコスプレを着るってまずないじゃないですか。だけど出勤シリーズっていうのがあって、おはようございますって言ってドアから入ってきたら、あの OL の格好じゃなくてコスプレっていうのをやるんですよ。めちゃめちゃ痛いやつ。でもめちゃくちゃ回ったよね。めっちゃ回ったね。めちゃめちゃ回ったよね。100万ぐらい。いや本当に制服すごかったね、あれね。そうですね。インスタ、TikTok と合わせたら多分本当に700万とか言ってるんじゃないですか。すごいですね。確かにそうだね。そうだね、そうだ。YouTube もやってるから。他にもポリスとかさ、ナースとかさ、なんかもう大体あったもんね。あとジェラピケ着てきたっていうのもやりました。そうだ。あれなんで、あれ買ったの？あれ本当に私のジェラピケです。そうです。いや確かにジェラピケ上がった。そうですか？むしろ会社の経費で、あの撮影で使うんでって言って、なんでもかんでも買えるみたいな。でも会社のねカード持ってますんで、本当に自由に買える状況ではもあるので、いろいろね。そう。ダメだよ、別に合成じゃないから。ダメよ。ラジオで言ってましたよね。ダメだよ。エビデンスあるからね。ちょっと証拠がね残ってるっていうふうになっちゃうね。そういう感じで上司と部下っていうのが、もともとは私たちが発信し始めたのが 2,3 年前か、2年半前ぐらいに始めたんですけど、その時はやっぱりまだまだ企業が SNS をやるっていう文化じゃ全然なくて、そこの比較的ゼロイチの部分、先駆者としてこの企業がインスタとか TikTok とかを積極的に発信していくっていうのが今のアカウントになっています。あ、すごいですね。今はね、その上司とか、はい、その会社の仲間で撮ってる TikTok 多いと思うんですけれども、その一番初めの会社さんだったっていうのがリソースクリエーションさんだったっていう、初めの方の会社ですね。そうですね、一番最初、一番最初っていうのは。そうですか。いろいろね、ちょっとだけあるんですけど、もうちょっと先もあるんで。でも間違いなく早い方ではあったね。早かったと思うんだよね。そうですね、めちゃくちゃ早かった。もう本当数えるぐらいでしたもんね。片手で数えれるぐらいだったと思います。すごい、そこからねガーッて伸びたっていうので、
ね、でもものすごい方が今来てるんですよ皆さんねよく聞いていてくださいねって言ってねありがとうございます。でもそれでね、私もちょっと驚いたのが、はい、皆さんその上司部下もう社長含めて関係なく何々くん何々ちゃんで呼ばれている文化、その文化は社長が始められたんですか？やっぱりそういう風に呼んでる会社さんとかもあったりしたんですよ実は。なんかすごくそれがいいなって思って、一番最初もう創業メンバー5人しかいない時に途中から変えたんですよ、そういう風に下の名前で呼ばないみたいな。もうめちゃくちゃ嫌がるんですよ。いやだ、僕2012年から一緒なんですよ、最初は。僕がね、サラリーマンになった時の最初の上司です。そうですか。僕はずっと高田さん、で、もう6年ぐらい経ってたんですよ。あ、6年経った上で経った時に、はい、よし、今日から慶太郎くんって呼べとこれできるんだめっちゃやばいやつやばいやつめっちゃやばいやつや。6年越しで俺はお前のことを、まあ、ずっと小笠原って呼んでたんですよね、俺はこれはヒロシって呼ぶとおい、ヒロシうわでもこれ、ちなみに僕全然大丈夫だったんですよ、全く違和感なくて、普通に言うたらそうそう、慶太郎くんはね、すごかった。だってあの豊君はミズって呼んでたね。そう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 。ミズミズって呼んでた。だ社員なんですけど、中学のそう中学校の同級生で今一緒に働いてて、人事をやってる水谷っていうものがいるんですけど、だからそうなの。みんなはそれミズって呼んでたから、あれ14同級生ですかね。13歳ぐらいから会ってたから、はい、いや結構よ、だからもうそこも大丈夫でした。え全然。どうすげえ。感覚20年ぐらいそれで呼んでて、もう。今言いたかったよね、普通に。そうですね。なんか私も入社した時に、やっぱなんか何々社長とか何々部長っていうのが当たり前なのかなって思ってる中で、じゃあ今日から慶太郎くんって呼んでくれみたいな感じで言われて、けけけ慶太郎くんってなりましたもん最初。けけけ慶太郎くん。そうなりました。漫画みたいな。けけけ慶太郎くん。ここに慶太郎くん。呼べるみたいな。えらいもんで1日いたらなれるよね。いや1日ではなれないですよ。マジで。でもこれ新入社員の子もやっぱり最初呼びにくいってすごい言うんだけど、ね、ただみんなの評判は多分すごくいい、うん、本当にすごくいいと思う、なんかお客さんとかと打ち合わせしてる時に、はい、じゃあの上司の名前を苗字で言う、苗字で呼び捨てにするっていうのがあるじゃないですか、一般的に。苗字誰だっけみたいな、苗字なんだっけみたいな。普通だったら下の名前が、え、下の名前知らないわっていうこと多分あったりすると思うんですよ。それの苗字わからない版ってなかなかないですよね。いやいや、これでもね、本当にね、怒ってます。ものすごく、あ、怒ってない。問題が起こってます。いや、本当にそうで。健太郎くんがブチ切れてるのかと思います。違う。苗字が出てこないわ、これよくわかるでしょ。嬉しい。青山社長だ。嬉しい。今はズームで商談をするんですよ。だから背景に名前をね入れてるんですよね。だからうちの高田がって言えるんですけど、あのここに名前があるからね。慶太郎くんが商談してる時に、あのまあ部下のまあ同席同行してたんですよね。でまあ仮に和也だとするじゃないですか。あの和也がどうのこうのってなった時に、お前名字なんだっけって言ったんですよ。いやいや、お客の前でやばい社長です。お前なんだっけ名前って。これなんかあの私たちの中ではファーストネームで呼び合おうみたいな文化があるからわかるけど、それはやばい、それは超やばい。会社から見たら名前知らないやつと一緒に商談してるみたいな。超やばい、今あったのみたいな。超やばいね。そうですよね。もうでも途中から下の名前ってそのまま呼ぶようにしました。もう普通にもう呼んじゃって別に違和感ないですよね。違和感ないです、そういう会社なんです。いや全然大丈夫です。はい、もうそういう会社なんでっていう風な感じにするんで、普通にも下の目で呼んでみたいな。名字で呼ばれるとちょっと距離感感じますもんね。そうね。そうですよね、小笠原さん。これ感じる言うだよ。すごいですね。これもなんかこのネタとしてすごい、あの打ち合わせとかされて。本当打ち合わせバリバリ。なるほど。待ってこれで打ち合わせってやめてくださいよ。打ち合わせしたらもっと面白い。本当にね、この仲の良さっていうのがもうひしひしと伝わってくるということでね、その私もちょっと仲間に入れていただいているということで、この後はね、あ、そう、ドキッと。リサはどんな感じ最近。やめろって。あ、でもなんか初対面で急に、確かに新人
感湧きました。あ、本当ですか。リサって言われた方が、ありがとうございます、うん、でもこれ本当にありますよ多分、うん、名字で呼ぶよりは社名前呼んだ方が絶対仲良くなりやすい。そうですね、本当不思議なもんで、うん、まあ、新卒の面接をするときに最終選考僕とか、うん、まあ、慶太郎君とか出るんですけど、慶太郎君も出ないかもしれないかな、あの僕最終選考で行くじゃないですか、はい、あの広志君ってって言うんですよ、入ってないのに、うん、そうですか、もう知ってるからうちのこと、うん、SNS で、はい、なるほど、これ不思議な現象というか、すごいね、専攻できた学生がひろし君っていうんだ、はい、そうです、すごいね、どういう感じするんですか、感覚的には。最初はこれどうなんだと思ったんですよ、うんうんうん、そうですよね、どうなんだと思ったんですけど、うん、いやそうかと、別に自分もね、なんかどうの思ってないですけど、もうひろし君ってみんな呼んでるし、うん、入ったらそうなるし、うんうん、っていうかそれで歌ってるんでいいんですけど、うんうん、不思議な現象じゃないですか。そうですよね、確かに確かに、はい、でも慶太郎君って言われるでしょうし、ゆいかさんって多分言われても別に、うんうん、確かにもう違和感はないです、ね、違和感ないよね、別にいいよ ね、 そこは関係ないよね、はい、そうですね、いいじゃあひろし君も第一人称ひろし君にしてくださいよなんて言った なんて言ったなんて言ったはっきり聞こえなかった、面接の時もあのひろし君はってあの就活生が言ってくれるじゃないですか、うんうんうん、だからひろし君もあのひろし君はさあ矢沢みたいな自分のことをねひろし君はねみたいな、めっちゃ良くないですか、一人称ひろし君、ひろし君のこと、あでもそれは面白いかも、それ面白いかも、これからそれやろ、ひろし君こう思うってやろ、ひろし君はこう思うんだけど、ひろし君はこう思うんだけどってやろうひろし君これが食べたいみたいな、いやそれ矢沢が言うからかっこよくて、なんで僕くんづけてひろしが言ったらかっこよくないんですか、いやひろしやひろし、じゃあしばらくやろうじゃあこれ一回ひろしはどうかなってやってずっとやっててすごいですね、この周りシーンとしとこ、ね、周りシーンとしとこ番組内で新たなね案がたくさん出ていてですね、もう聞いてるだけで皆さんも笑いが止まらないんじゃないかと思うんですけれども、それではですねここで1曲挟みまして、この後ひろし、あ、ゆいかとひろしのアカウント、それからその人気の秘密について迫っていきたいと思います。それではここでお送りします、グランドスタンドさんでヒーローです、どうぞ。きっと馴染む。どこ
悩んで逃してきた時を後悔した。だけど僕のヒーロー今もいるなら聞いてて、ヒーロー気づかせ、ヒーロー曲はグランドスタンドさんのヒーローでした。はい、ありがとうございます。ゲストのゆいかでございます。お前が言ってたの本当だよ。パーソナリティちゃうんかい。いやでもうまかったね。ありがとうございます。リサ、うん、ちゃんの仕事なのよ。うん、いやうまかった、すごい。なんかいい声だったね、しかもね。いい声、うん、ありがとうございます。僕でね、多分あのフロセフの江崎社長がびっくりしてると思うんですけど、うん、キュアウトに言わないみたいな。キュアウト来ちゃうかも。キュアウト来ちゃうかもしれないですね。すごい。はい、それではですね、これからね、あのゆいかさんとひろしくんの面白さについて迫っていきたいと思うんですけれども、はい、ここでね、ちょっとメッセージいただいているので読ませていただきます。はい、はい、渋谷クロス FM 本日8時から新番組中谷りささんへ。りささんこんにちは。千葉県船橋市在住のりさんぽまんです。いつもありがとうございます。新番組笑顔でパワフルに頑張ってください。楽しみにしてます、とのことでコメントいただいております。ありがとうございます。嬉しいですね。りさちゃんファンがすごい。いやいや、ありがとうございます。このようにですね、あのクロス FM はですね、 info@shibuyacrossfm.jp メールアドレスまで送っていただけますとコメント読ませていただきますので、この後もぜひお待ちしております。僕へのなんかメッセージはないですか？ちょっとなかったかもしれない。送ってあげてください。しょうがないじゃん。ねえ、しょうがない。ごめんなさい、遅れてなくてすいません。なんだか気ぃ利かなくてすいません。送っておけばよかった。隣に、はい、では皆さんにもね、ぜひねコメントこれからもお願いいたします。はい、ではですね、そのゆいかとひろしのアカウントなんですけれども、はい、うん、皆さんね、見たことありますかね。今フォロワー数は何名ぐらいいらっしゃったんでしたっけ。 TikTok が10万人超えたぐらい。そうですね、すごい、はい、10万人。インスタが8万。そうですね、8万ちょっと、はい、じゃあ、はい、合わせてもう20万をいくというような形ですよ ね、 で、 すね、はい、でもこれ YouTube も7万とかいたりするんで、まあ、なんだかんだ言うと、そうですね、結構思ってる。個人でも、そうだね、個人でもいるもんね。それぞれ個人で7万8千いますからね、はい、すごい芸能人じゃん。やばいよ。いや、そうですよ、す本当に、ね、でも、ね、3名さんね、皆さんこう撮るときに、はい、もう撮り方が分かってるんですよ。撮り方がその一般の方がこう、はい、ってやる感じじゃなくてですね、もう角度も分かってますし、あ、タレントさんだなって。いや、でも撮影は早いですよ ね、 そうね、一瞬で終わります、本当に。確かにもう決まるんですね、もうね、はい、それでね、ここみたいな。はい、じゃあね、今日はあの、はい、ゆいかとひろしの動画を用意していただいているとのことなので、はい、ぜひね、初めて見る方にも見ていただければと思います。はい、はい、出るかな、うん、出ますかね。いや本当にね、お二人の掛け合い、うん、私もなんか見てみようと見てたんですけど、はい、止まんなくてですね。あ、ありがとう、これが、ね、そうつい先日行ったね。誰にしようか。集中してくれ、仕事に。ほんまに広瀬くん、こっちこっちやから。これも広瀬やけど。誰にしよう。何回見てもつられ笑いしちゃいますよね。ほんまに一回取られてるよね。あ、そうですか。はい、そうね、これは本当にそうだよね。はい、うん、超リアルです。そうじゃあリアルにほんまにやめてくれよみたいな、はい、なんか意外に広瀬くんって言うから、あーって見たら今のやついじってたんで、ね、もうこっちえ、すごい、それはもう
素で出てるものなんですね。そうですね。なんかもう芸人さん。でも空気は感じますよ。あれっていうなんか一瞬の空気は。あ、そうですか。まあでも大体何が来てもね。まあ大体もうおよそね。そうですね。かな、でも、大丈夫なの？何今の？いやいや放送事故になるのこれ危ない危ない危ない喋らんな、そうそうあれなんか楽しいよね、楽しいですね、普通に楽しいね、撮影してる時間とかなんかずっと撮影してるとずっと面白いことをやり続けようっていう気持ちになってずっとアンテナを張るんですよね。でもこれ本当そうね、なんか日常で次これやったら面白いかなって、なんかしかも TikTok って60秒以内のショートの動画になるので、そんな壮大なものっていうよりは、うん、まあ小笑いというか、まあ、ちょっとみんなが笑ってくれたらいいなみたいな感じで思って日々、うん、なんか面白いことないかなって探してます。なんかすごい広報担当ですねネタを探すっていう芸人さんみたいなことをね、そうね、芸人か広報かどっちか分かんないじゃあネタの方は、うん、まあ、ゆいかちゃんが考えることもあれば、はい、慶太郎君とかひろし君が考えることも、うんうんうん、まあありますね、まあ、あるのはありますね、はい、それはあります、うん、次はこれやってみたらどうみたいなね、うんうん、作られていってるということなんですね、はい、へえ、いやもう私ね見ててね止まらなくて、なんか2時間ぐらい経ったら 見ちゃってたみたいなで、嬉しい、多分ほぼ見ちゃったと思うんですけれども ね、嬉しい、その中でもこの、はい、まあ、バズったものと、のさっきね、その一生懸命頑張ったけどバズりづらかったみたいなものあると思うんですけれども、この一押しでこれは本当に面白いっていう、な、撮ってて面白かったでもいいんですけど、あります？なるほど、なんだろう、そう言われると、でちょっとね、あの考えていただいてですね、ちょっと一人ずつ、私あの一個言っていいですか？あ、どうぞどうぞ。ゆいかとひろしっていうアカウントをやっているのと、あと慶太郎社長っていうここで二人でやっているアカウントもあるんですよ。二つあって、まあ、2つ以上あるんですけど、このメンバーでいうと2つあって、うんうんうん、でそれで慶太郎くんとやってる動画で私的に結構好きだったのが流しそうめんをやるっていうのをやったんですよ、うん、しかもそれが普通の流しそうめんとか、流しそうめんって竹じゃないですか、はい、それオフィスでやったらめっちゃ面白くないって思って、うん、勝手にアマゾンで竹買ったんですよ。竹を買ったんですか？マジで竹買ったで、なんか下の骨組みみたいなのも細めの竹で頑張って組んで、ちょうどなんか斜めにいい感じになるようにやって、自分の席でそうめん炊いて、席で炊いて、やばい会社よそれ。そう、いや覚えてる、めちゃくちゃ覚えてる。そうなんですよ、そしたら、びっしょびしょになっちゃったんですよね。そう、え、水ってどうやって流すんだっけみたいな、その竹見て分かんなくなっちゃって、だから水は、なんて言うんですか、この鍋、はい、鍋にたくさん水入れて、うん、でそっから水を鍋から流すみたいな、でそうめんも一緒にこうやってそうめん置いてじゃあ下でキャッチしてくださいねって言って、なんか二人で流しそうめんやって床びっしょびしょっていう、びっしょびしょになりました本当に。確かにやったね。しかもなんかいいんだけど、本当に流しそうめん用の竹を本気で買ったから、はい、これ以外に使い道がないそうですよね、マジで使い道ないし、一回こっきりですよね。そう、まあ、マジでその場所もまあまあ取るし、そうですよね、大きい竹なので、まあ、未だに多分保管されてるんでしょうけどまだあるにはあるんで、あるにはあると思うんですけど、1年前の夏の話ですもんね、これ今年はやらなかった。そうですね、今年そういえばやってないですね。やればよかったって今思い出しました。確かにそうですね、どっかありますよね、多分ね、うん、あるあると思う。慶太郎くんはどうですか？なんだろうなんかね、でもそういうふうに言われるとあんまり出てこないんだけど、なんでですか、こんなにやってるのに、こんなに頑張ってるのに、なんで二人の思い出をそんなふうに書けちゃうんですすごい、すごい詰められてますけど、じゃあこれはすごい面白かった動画じゃなくて、すごいなんか覚えていて、マジかよって思ったやつで言うと、結構俺待ち伏せをされてドッキリを仕掛けられるっていうのが結構多すぎて一時期本当にちょっとなんか警戒すぎちゃって、もう普段本当にもういきなしにもうなんかバッて出てくるみたいな、そうやられて、はい、一番嫌だったのがなんかトイレで待たれてるっていうのがあって、このくらいちょっと結構本当に嫌だったんでね、毎回毎回トイレ出たところで待ってるのトイレだけは本当にやめろってガチで怒られたんですけど、いや本当にマジでやり続けてますトイレ行った、トイレ行った、トイレ行った、そうやるなはやれだもん。ただあとあれだね、やっぱ水鉄砲はやっぱあれだね、本当にガチで昔の席が僕がここにいて、ゆいかよかったんですけど、はい、本当にいきなし水鉄砲で水打ってきたんですよ。それガチの仕事、あれやばかったよね。そうですね、慶太郎くんがそのファンの人というか街で声かけられ始めたのって何がきっかけでした？いやでもコーヒー、いや
コーラに変えたとか。あでもそれもそうかもしれない。結構言われます、ね、それもそう。何ですか、コーヒーコーラに変えた。毎朝コーヒーを買うんですよね。確かにそれそうね、あ言われるね、コンビニの、うんうん、あれをコーラに変えてたっていうドッキリをガチでやったんですよ、うんうん、で、そういう方です。仕事の合間、まあ、トイレ行ってる間に変えて、うん、こう飲んだらねえちょっとっていう下りの時ぐらいから、うん、そう、いやそもそもはその前に本当にあの、はい、コーラとめんつゆを変えるめんつゆガチで飲んじゃってコーヒーとやばくてみたいな。そう、あそうなんですよ。それでなんか私がやった仕掛けたドッキリっていうのは本当にいろいろあるんですけど、はい、一つが、うんコーヒーとそのめんつゆを入れ替えてみたっていう時で、でもそれが朝礼中だったんですよ。そういう時に朝礼中にそのビタミン剤を口に入れて、はい、でめんつゆで、そうめんつゆで飲んじゃってでも私朝礼で喋ってたからそっちに反応ができなくて、全社員がもうズームに入ってるわけですよ。追い返したと思うよ。だからそうすっごい渋い顔してるんですけど、私でも朝礼喋ってるし何の反応もできなくて、でも隣でめんつゆをめんつゆ飲んで、あのビタミン剤口に含んでるしっていう時がありましたね。すみません、あのこれ聞いてる皆さん真似しないでください。あの特殊な訓練を受けています彼は特殊な訓練を受けていますこれ本当にやれてるんですよ。しかも結構その錠剤飲むのに結構な量飲みますもんね。毎朝秘書が本当にあのアイスコーヒーを買ってくれてくれたりもあるんですよ、うん、だからそれを飲んだつもりがメンツになってるんです。本当にやれてますからそれ飲んだ時どういう感覚になるんですか。うわと思いましたよ、この野郎と思いました。睨まれるこれはそうですよ、メンツマジで口に入れるもんじゃないですか、あのまんま。そうですよね。ちなみに3倍濃縮とかですもん。やばいよ、やばいやばい、本当にやばい、マジで濃縮を致死量、やばい薄めず薄めたらバレるんで。これは確かにそうです、ね、特殊な訓練受けられてるからできるんですね、はい、いける体なんですよ、うん、特殊な訓練受けてるかなり受けてますよ。でもやっぱり後半気づいてましたよね、うん、ねえなんかやったでしょみたいな、うんうん、そうですね。なんかたまに何にもしてないのになんかこうやってずっとコーヒー眺めて渋い顔してでこっちに睨んでくるんですよなんかやっただろう、おかしいみたいな。あまりにもやられすぎてなんか疑心暗鬼もそうで、確かにそれと水鉄砲は結構言われたかも、最初。水鉄砲あれマジやってるんですか、あれマジですよ、マジですよ、本気ですよ、マジですよ、マジですよ、隣で一生懸命輪ゴム飛ばすとかもやってました。そうだ、やってた。隣の席でこう指に、仕事中に本当に輪ゴム上げてパーンってやったら飛ぶじゃないですか、ピアノって。なんかでも考え方があの少年ですね水鉄砲と輪ゴムパッチン、なかなかない。あれれ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 、はい、多分そういうのがおそらくこの社員が社長にやるみたいなのがなかなか多分なかったのかもしれないっていうのもあるわね。普通はできないですよね。え、ひろしなんか覚えてるのある？いや僕はやっぱあのエレベーターシリーズが結構未だに言われるかもしれない。そうですね、エレベーターのところでエレベーターがあって、ね、その狭いエレベーターの中で2人でネタをやるっていう、うん、だから突っ込むっていう、ただそれプラスあの撮影してくれる人もいるので3人ぎゅうぎゅうでカメラこんなめちゃめちゃ近くにやって入ってますかみたいな、これでやって撮ってたんですか。あれ、ね、すごいなと思ってて、あのエレベーターのところにカメラこういう感じでつけてるのかなと思って、いやじゃなかったですね。気持ちで後で見たら指入ってるみたいなやってるし、あとやっぱ当時、うん、コロナ禍なんで、うん、マスクつけて撮って撮影なんですよ、うん、そうね、あーそうですね、うん、で8階がオフィスなんですけど、うん、やっぱいきなり6階の人が来たりするんですよね、うん、あ別のオフィスの方が、うん、はい、そうです。で、あの9階があるんですよ、うん、で、9階に行っちゃったことがあって、うん、すいませんっつって9階がもうマックスなんで、はい、僕ら3人乗ってるじゃないですか、うん、意味不明なんですよ間違えました、間違えましたって言って、どう間違えんねん確かにそれはそうだね、間違えようあらへんが、一発撮りもう真剣にやってたね。そうですね、じゃあエレベーターのネタは結構ヒヤヒヤ、もうヒヤヒヤしてました。本番1回に冷や汗かきながらもう膝ガクガクで、なんでやねんなんで膝切れんねん、やばいやばい、9回9回いっちゃうかもって、顎ガクガクでもう震えながらやってましたよね、バリ揺れるそんなガクガクの中のセリフなんでしたっけな、あれは僕印象的ですね。あ、なるほどね、やってて楽しかったというか、確かに。
楽しかったよね。そうですね、今ちょっとオフィスがね、麻布と本社が分かれてるんで、後楽園と麻布十番に2拠点、麻布ばっかりだけど、そうですね、撮ってるのはね、皆さんは麻布に、はい、あ、いや、僕が後楽園で、伊藤君が麻布の方で、もう拠点分けてこういう風にやったりとかしてるっていう風な感じなんで、じゃあちょっとなんか寂しい感じもします。いや、でも結構行ってます、僕。そうですか。なんだかんだ結構撮影をしてるので、1週間に1回か2回ぐらいはもう麻布で見たりするんで。あ、そうですか、はい、じゃあこういうミーティングもね、奥のいながら、はい、ネタも考えつつ、はい、楽しいこともやりながらですね、このドッキリ、はい、コーヒーみたいな ね、なんかまた番組とかでもやりたいですよね。そうですね、やりますね。いやー、まあ、はいはい。やっぱりあんまり乗り気じゃないっていう、飲み物に関してはね。社長のマイクだけオフにしてみたとか。めっちゃやめて、ほんとやめて、できるじゃん、しかもこれ。できます。しかもちゃんと色も書いてますからね。いいこと知った、マジで。しかもオレンジ手前側にあるんで、オフっちゃおうかな、マジで。なんでやねん。オフっちゃおうかな。オフっちゃおうかな。オフっちゃ本番中に、あ、ほんとだ、すげえ、マジでできるじゃん、これ。そうですね。まあ、オフになってもかなりの声量があれば拾えますから、マイクが。ああ、確かに。ケタロウサイズかね。え、そんなことなくない？最近ちっちゃいですね。はい、最近とか、ね、いやいや、元気だよ。でも、ひろし君も結構大きいと思うんですけど、なんかあの、カラオケ行った時に、マジでマイクいらないんですよ。あ、俺の話？ちょっと嫌な顔するのやめてもらっていいですか？いやいやいや、嫌な顔じゃないけど、でもさ、それでなんか思い出したのが、そもそもあの本社の時にあの僕とヒロシ横の席だったんですけど、ヒロシの声がうるさすぎて、ここにね、置いたもんね、パーテーションね、パーテーションみたいな。そう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 、二人で商談してたら、うん、もうお互いうるさすぎて、うん、お互いこうしようってやってるんですうるさすぎて。しかも二人とも大きいから、旗から聞いてるこっちからしたら、どん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 ヒートアップしていくんですよね。そう、もう振り返らない、思いながら。確かに確かに、そうだった、そうだった。そうですね、面白かったですね。熱入っちゃうとね、声大きくなっちゃう。そうですね。でもゆいかちゃんのね、あの声ってすごく通るし、はい、クリアじゃないですか。なんでね、その男性2人がバーってなってるところでも、わーって言えるのはゆいかちゃんしかいないですよね。スパーンと切るのはね。いや、でもりさちゃんの声も素敵ですよね。本当にそう思いました。嬉しい。そんな、急に照れちゃって、ちょっと手汗が出てきたんだけど、かわいい、振られてって言って、かわいい。社長で手汗拭いてみた。やめろやめろやめろ、ダメ、いいですね。こうなっちゃダメ、いい例ではない。特殊な例、特殊な例なんだろう。そうなっていき、いっちゃいそうですよ。リサちゃんって呼ばれるとね、不思議な効果で。リサちゃんですよ。いや、本当に回を重ねるごとにユイカみたいになったら困るんだよ。それめっちゃ面白い。特殊な訓練をしていきます。特殊な訓練はしなくていい。いらないのよ、使い道がないのよ、あんまり。少ないのよ、使えるところが。普段はいらないから、その能力。いや、本当にね、お二人も行く。それからね、あの、ケイタロウ君のね、面白さとね、その社長なんだけれども、気さくな感じっていうのがすごく皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。じゃあ次はね、この1曲挟みまして、次回来るゲストさんとか、あとは、あの告知の方お願いしたいと思います。じゃあではここで1曲お送りしましょう。綱木裕太さんで123です、どうぞ。君
刻んで踏み出す君に捧げるよこの歌を お送りしました曲は綱木裕太さんの1、2、3でした。あのはっきり言うんやったようが、ちょっとあの恥ずかしくなっちゃった。ね、何それ。初めてなのでこの。いやちゃんと喋れてたよ。しっかりと。ボケんの書いて自分で思った。本当に。もういや解説するとですね、はい、ねどういうことがあったのかというと、そうなんです、はい、この3分間の間に、はあ、私がこの1、2、3のところを1、2、3って言って3だけアホになるっていうのを、そうあの作品名だから絶対それやめろよっていうクラブをやってたんですよね。そうで本当にボケんのかなと思ったらボケずに行って自分で笑っちゃったってことで、そうだよね。そんな感じですね。もう皆さん大注目してますよね。3人ともこの3のなんていうのかな、さすがにダメだろうなって思って。まあ、作品名なんでね、まあ、ね、ゆいかもね、あの普通の人でしたね。そうですね、うん、いやでもね、いいですね、やっぱゆいかは相変わらず相変わらずいいですね。天才ですね。血通ってないね。いやゆいかは ね相変わらず、ね、本当に祈り最高です。でもこのね才能もね日頃からのこの鍛錬なんだろうなと思いました。もう感動。でもなんか面白いことを探し続けるって楽しいよね。楽しいです ね、 ねこれやったら面白いんじゃないとかってずっと確かにファンにみんな思ってるじゃん。こう絶対に、そうですね、職業病っていうとなんかね、いやちょっとあると思う、うん、俺もこうしたら面白いんじゃないかみたいな。でも職業病ですよね、うん、いや本当に本当にそうと思う、ね、もう一回そのくだりみたいな感じです。話しててボケて突っ込んでとかハプニング起きたりするとはいもう一回行こうみたいな感じで、はい、いやでもそれはちょっとあるね、はい、そうですよね、めちゃくちゃ面白いですよね、うん、なんかもう現代的というかもう今のね Z 世代とかも絶対入りたいという会社だと思うんですけど、嬉しい、なんかね採用人数というかそのエントリー数そうですね、聞いた時にびっくりしたんですけど、確かに新卒はエントリーでも2000人、200くらいってそうだね、はい、もう近く来てるね、うん、多分すごくないですか、皆さん2000人ってねこの時代にね、いやすごい、もう嬉しいです本当に、はい、嬉しいですね、まあ、SNS の力ですよ本当に、うん、業務内容変わってないんで、うん、いやそうね、なんかね、はい、業務内容も素敵なんですけれども、うん、皆さんと働きたいって思うんですね、うんうん、はい、嬉しいですね、嬉しいです本当に、まあ、どんな人がいるか分かるのは大きいですよね、うん、確かにそうですよね。そうそうそう、新卒からしてみれば本当にオフィスの中一つでも分かんないじゃないですか、うん、ずっと大学とか学校の中しか知らなかったらやっぱオフィスの中、例えば机一つにしても椅子一つにしても、うんうん、オフィスの中ってどういうのなんだろうって私自身が全然分かんなかったんですよね、うん、だからそれで一社目働いたところでうまくいかなかったっていうことがあって、うん、じゃあ会社の中を出していった方がいいんじゃないっていうふうに思っているっていうのもこの TikTok とかを発信している一つの理由でもあるんですよね、うん、広報として自分の経験を生かして そういう風にされてたということなんですね、はい、なるほど、もうバッチリでしたね、じゃあね。ありがとうございます、映りましたよね。で次回の番組9月28日にも、はい、SNS フェスティバル、この番組を行わせていただくんですけれども、はい、次回のゲストさんについて教えていただいてもよろしいですか。はい、はい、次回のゲストは雨のち晴れいい声で言うね。いい、急にキャスターがなる。鼻にかかった声で。いいね。そうなんです、うん、その雨のち晴れっていうグループが、うん、私たちのリソースクリエーションの会社で働いている、うん、TikTok をやり始めたその会社に入った後に結成した3人のグループなんですけれども、うん、ミカちゃんっていう女の子とユウマくんっていう男の子とザマっていう男の子の3人の幼馴染のようなグループになります。そうなんですね。はい、そうです、そうです。じゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい、ぼーっとしてましたよ。バレた、バレてます、一瞬、一瞬ね、これ一瞬、一瞬、一瞬ね、違うとこ行ってました、一瞬ね。いや、そうですね、ちょっと聞きたいことがあって見たんですけど。じゃあ、その慶太郎くんから見て、その雨のち晴れの魅力っていうのはどういう魅力ですか。いや、やっぱりでもフレッシュだと思いますね。もう22、23ぐらいの年なので、まあ、非常にこう若く、なんか別にいい意味で失うものってあんまないじゃないですか、うんうん、で有名になりたいとか出ていきたいっていうそれだけですごく才能だというふうに思っていますから、うん、なんかいろんなチャンスを、ね、与えられたらいいなというふうに思っていて、うん、まあ、来月は来てもらおうかなというふうに思ってはいます。うわ、楽しいですね、はい、楽しみですね。お二人から見たその3名の方はどんな感じの方なんですか。
いやなんかユイカに憧れて入ってきてるんですよ、そもそも。そうだね、そうだね、そう、ユイカさんみたいにっていうのがザマだったり、ミカだったり、で、ユーマが入ってきて、で、その3人で組んだらっていうことで、いや、絶対やりたいっすなんで。そうですね、可愛いよね、めちゃくちゃ可愛いです。もうプライベートでも多分サウナとか行ってんじゃない、ミカと。そうですね、2時間サウナで爆語りしてたりとか。爆語り、爆語りっていう感じなんですけど、一番最初に入ったのがミカちゃんとザマが最初にいて、でザマの本当の幼なじみがユーマくんなんですよ。だからユーマくんはそのザマの紹介でリソースクリエーションに入ってくれたっていう経緯があったんですけど、二人は本当に幼稚園の時からの幼なじみなので、リアル幼なじみです。そうなんです。じゃあ本当にもうちっちゃい頃からやってるんで、お互いのね良さの引き出し方とかもね分かってきますし、その先輩にねゆいかちゃんっていう強力な引き出しのねプロがいるんでね。引き出しのプロありがとうございます。先輩なのか分からんけど、今日1時間で大丈夫かしら本当に。いやでもまあやっぱ憧れられるっていうのは強いですよね。嬉しいですよね。でも自分も嬉しいし、ね、下にもいい影響だよね。そうですよね。じゃあね、早いところでね、もうすぐ番組の終盤となってきました。早いですよね。よろしくお願いします。無理でですね、この後もね、もっと見たいっていう皆さんはですね、これから SNS のね、どうやったら見れるか出していただきますのでね、画像お願いします。 SNS の画像出ますかね。はい、こちらですね、株式会社リソースクリエーションさんです。アットマークは rc.group0401 で検索いただきますと、インスタグラム出てきます。で、ここからゆいかとひろしのアカウントにも飛べるんですかね。そうですね、はい、リットリンクとか踏んでもらえれば全てに行けるようになってますので、まあ、僕自身がやってるやつもありますし、ゆいかのもありますし、ひろしのもありますしって感じです。はい、そうですね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。はい、それではですね、本日新番組ということで SNS フェスティバル送ってきましたが、あ、ここで一つメッセージが届いておりますね。読ませていただきますね。はい、金抜き応援サポーターのてつです。あ、てつさん、ありがとうございます。はい、ラジオ出演おめでとうございます。スマホから拝見してます。ラジオは声だけですが、映像で見れるのは嬉しいです。ライブ感覚で楽しんでます。これからも全力で応援させていただきますので、よろしくお願いします。とのことです。てつさん、ありがとうございます。あ、こちらで、こっち、失礼しました。てつさん、こっちですね、こっちですね。じゃあもしよければね、くなれです。てつさんに一言どうぞ。はい、ありがとうございます。てつさん、こんにちは。ゲストのゆいかです。何これ、ありがとうございます。変なネタ作ってる、変なキャラになってくる。てつさんはいつも私たちのアカウントの切り抜きを作ってくださってる方なんですよ。そうなんですね。もうてつさんの YouTube のアカウントでもすごいですよね。すごい、4万ぐらいいると思う。4万人ぐらいいます。そうなんです。切り抜きでずっとやってくださっていて、リソースクリエーション本当に好きで、本当に応援してくださっている、みんな大好き、てつさんでございます。はい、本当にありがとうございます。てつさん、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ感謝してます。てつさん、ありがとうございます。ちょっと待って、変な言い方言ってこれは使うぞ、これは使うぞ、多分切り抜かれるの。嬉しいですね、ありがとうございます。でもそうね、企業さんにファンがつくっていうこともなかなかないことですから、はい、本当に嬉しいですね。はい、でも本当そうですね、本当そう思います、うん、そうですね。いや、早いところでもう間もなくあと1分になるんですけれども、はい、皆さん新番組いかがでしたか。いや、楽しかったです、すごく、うん、そうですね、ちょっと緊張しましたけど楽しかったです、すごく。良かったですね。はい、でも渋谷クロス FM の社長にはフレッシュ感がないと言われたのでね、はい、言われた。もう少しね、ういういしさを見せればよかったんですけども。そうですね、楽しかったです。いや、でもね、面白かったと言って、はい、よかったです。そうですね、嬉しいですよね。なんか今までその私もラジオに2回ぐらい出させていただいたんですけど、こうやって3人でお話をするっていうのが、なんかそんなにそのラジオっていう観点では今までなかったので、うん、今日3人でお話、4人ですけど、ね、4人ですね入れていただいてね、ありがとうございます。いろんなお話ができて本当に楽しかったです、うん、ありがとうございます。特にね、この渋谷のど真ん中っていうね、うん、しか も聞いてる方もね、なんかちょっと参加いただいてるような感覚になれる、うん、 それが ね、魅力の曲だと思うのでね、これからもぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで SNS フェスティバル50分間の生放送、皆さんいかがでしたでしょうか。次回は雨のち晴れさんをお迎えして、9月の28日この同じ時間8時より放送いたします。ぜひ皆さんチェックしてみ
てください。それではまた9月28日にお会いしましょうね。お会いしましょう。次は慶太郎くんもいらっしゃいますね。はい、行きます、はい、僕も行きます。お願いします。暇なんで行こうか俺らも。ここのね、こっち側のね。こっちなんだ。それでは皆さん、またありがとうございます。